チス、誰も知らないカリエド、イカレタコスケでござる。原初メルデナのスキルにより、とんでもねえことになってしまった属性総研。なんと、属性値が、今、だサムネ416ぐらいだと思うんだけども、奮闘とか発動してない状態であれなんで、さっき確認したところ、数値的には434とかまでいったでござるがね。まあこれいろんな条件っていうのが重なった状態でござるが、まあスキルとしてはこんな感じでござるね。まあ、ここに見えない数値、快進撃であったり、切れ味ゲージ、紫が入ったりすると、おそらくね、内部的に500ぐらいいってんじゃないかなっていう感じでござるな。隆起変換と血気覚醒だけで、隆起変換が確か最大で、属性攻撃力プラス60いくつ。で、血気覚醒が第2段階で25だか30だか上がるんでしょ。で、連撃等々が乗っていくと。で、それに全てに弱点特攻属性と快進撃属性が乗ってしまうっていうね。もうよくわからない状況でござるよ。ぶっちゃけ、数値が確認するのが非常にもう分かりにくいから、とりあえず、安敵アシュ君をぶん殴りに来たでござるよ。まあ、とりあえず早替えして、こやつをね、殴って隆起変換してくでござる。あそこに糸あるやん。あれでやろう。ちょっと殴っちゃったんだよね。ちょっと殴っちゃって、今ね、二つしてる状態なんで、次落ちたらね、死ぬんでござるよ。はい。俺、ドーン。で、この、螺旋山を2回ぐらい入れれば、あ、いやいや、属性攻撃力アップきたね。2回ぐらい当てれば、発動するはず。発動してるかな？発動してるか？よし、発動したね。はい、いいよ、いいよ、いいタイミングだ。いいタイミングだ。で、ここで早替えして、この状態で337。で、さらに、ここに、血気覚醒が入って、369。いたー！で、375。今、400で、血気覚醒第2弾が入って、あ、下がってしまった、何かが下がってしまったでござるよ。なんでござるか、もうこうなってくるとね、わからないんでござるね。何が下がったん？連撃か、それとも血気覚醒か、それとも別の何かか、ちょっとわからんでござるよ。待って、何、はい、385、今385。あれ、あと残り35は何でござるか。まだか。どっせいして、一回食らっとこう。攻撃を食らっておく。攻撃を食らっておきたい。はい、見て、409。あ、いよいよ、今、豪傑やられやってんね。豪傑やられ。そう、忘れてた。さらに、豪傑龍樹をつけてるんでござるな。で、豪傑龍樹が最大属性 1.2 倍っていうね、とんでもスキルでござるから。俺、379。被弾をして、相手の部位破壊した部分を攻撃して回復することによって、まあ、一気に火力が上がるっていうことなんだけど、いや、もう全然わからんな。もうコロコロ数値が変わってて、バグっててよくわからんでござるよ。なかなか400いかないでござるな。おい、俺、拙者を豪傑やられにするでござる。そうやってる、血気覚醒が切れてしまうから、よし来た、390、なんでそんなあんの、330、そして、血気覚醒415、あともう一段階血気覚醒が来れば、カッ、もうな、ボタンのおかしか、押し方がおかしい、いけ、いや、違う、これちゃんと発動して、340、ダメだ、まだか、340、くっそー、今何が足りないんでござるか、今何が足りてませんか、何のスキルが足りてなくてこうなってるでござる、豪傑やられ、これなんだっけ、鬼人化、決まった、お前鬼人化解除してくんじゃねえ、はい、鬼人化して連撃を入れてちょっと待て、回復して369、今何が足りないですか、連撃で385、最大435拝みたい、最大345拝みたい、敵のダメージを見るよりも属性値の最大値を見ている、がしかしダウンしてしまった。もっと気合入れてくださいよ。もうなんかこいつでも普通に250とかね、平気で出ちゃうでござるね。
ちょっと一回統合か。一回ちょっとお互いにクールダウンしよう。一回クールダウンしよう。お前さん効かない系男子、ピカン効かない系男子、クールダウンしていこうよ。309、よしよしよし、いいよ。豪傑やられから始まります。さあ豪傑やられから始まって、はい、ヘッキー100戦、あ、ちょっとピヨロせなくていいんですよ。380、この時点で380ある。お、一回起こして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 。もうわかんねえもうわかんねえでござるよ。ちょっと一個一個チェックしていくでござるか。とりあえず豪傑活性、これが、まあ、1.2倍、 20% アップであるということでござるな。で、基本的にパーセンテージアップは今強化済みのこの怪異なんだっけ、怪異強化で、あの水属性115まで上がっている双剣のこの部分の数字にかかるはずなんで、ここでまあ20上がるとだいたい20-23とか上がるでござるか。で、まあ当然属性攻撃強化で、快進撃属性が快進時に 1.15 倍の属性ダメージ、物理とは別で属性ダメージだけで 1.15 倍、万が一400ってことだと、属性弱点部位が25であれば100ダメージ出ることになるから、その100ダメージに対して 1.15 倍だからね、まあ、そう考えるとかなり強いでござるな。で、血気覚醒が上昇する攻撃性の第2段階で25だか30ぐらい上がっていくと。で、奮闘が発生する、あ、この奮闘がだいぶなかなかね調整しにくいでござるね。一応ね、この装備自体は恐竜小色をつけているんで、この奮闘1ミリでも赤ゲージがあれば 15% アップがつくでござるよ。奮闘レベル3がついていれば、まあこれもまた武器の100何本につくので、まあそうするとまたプラス15ぐらいだよね。あと広角の恩恵で属性を 1.1 倍ブーストして、で連撃と、連撃の計算よくわからんでござるけどね、まあ固定でだいたい最大10ぐらい上がるでござるよ。で、弱点特攻属性レベル1で 1.1 倍、さらに、あれでござるな。鬼人化。で、1.2 倍だか3倍。って感じなんでござるよ。いやー。一応装備見せていこうでござるか。今回のね。もう装備もう、だって、怪異錬成とかさ、五石とかあるからさ、あんまり参考にならんでござるよね。とりあえず、ネフィリムに、この奮闘をつけて、で、プライマルに、これでござるな。月光つけて。はい。月光つけて。これは？これも月光でござるか。で、これに奮闘。プライマルグリーブの一番下に奮闘。まあ、この辺もぶっちゃけあまり考えずにつけてるでござるからね。月光、月光、月光、奮闘、奮闘みたいな、そんな感じでござるよ。で、五石の方に、龍騎変換レベル2があったんで、それで、確約のシリーズ、暦を 2V。取り替えることができるんでござるな。まあ、片方プライマルで埋まっちゃうけどね。っていう感じでござる。いやー、もう来るとこまで来ちゃって、もうなんぞの最大火力を取るか、利便性を取るかって感じでござるね。言うてプライマルシリーズとか、天妻ガツチとかと丸かぶりしてるんで、で、天妻ガツチの、スキルであったり、あと、福間共鳴でござるな。このあたりと、なんていうの、同時に使うことが不可能でござるね。プライマル 1V だけ福間共鳴に合わせられるけど、プライマル 1V だと近接で固定プラス8とかなんでね、ちょっと微妙でござるもんね。はい、というわけで、まあ、今回はね、属性最大値に挑んでみようと思ったら、もうモンスターハンターライズサンブレイク、あまりにも属性ブーストが増えすぎて実況できないの回でござった。それでは、TU